Boy, oh boy, it's been a while since I last recorded an episode of Wonderful Every Day. Welcome back. I don't even know when the last episode was uploaded, but it has been more than a week, probably 2 weeks even, since I last recorded, or almost 2 weeks, I think. So I'm very sorry for stepping away from this. It's just been recording some other things and trying to get some things taken care of before school starts up for me and whatnot. Which is actually in 10 days now that I'm looking at it. And I think this might be the 10th episode. So, nice coincidence in numbers there if this is actually the 10th episode. I have no idea. I also have no idea what we did last time. All I know is that there is some fantastic piano playing. I was rambling and something about someone leaving. I've already forgotten everyone's names. It'll come back to me. I know who Kagami is. I know who Tsukasa is because that's her sister. Don't remember the other one, but I'm sure it'll come back to me. Apparently, they are doing something in the dark, so I guess we'll just read on. And again, I'm sorry that it has been a while since I had last recorded. You'd think that after many years of recording visual novels, I would stop making that mistake, but nope, I keep on doing it. 何言ってるんだよ。わざわざできる限りの電気を落としてもらっているんだよ。なんでなのですか？Zakuro, that's her name. All right. I don't even know where I'm going with this. I just straight up completely forgot her name. I don't even have an excuse. 天体観測には光が一番の大敵なんだよ。目が光に慣れちゃうと見える星も見えなくなっちゃうんだよ。それにしても。夜の学校って不気味ね。電気がWow. ないとこんなに真っ暗になるなんて。It's as if it gets dark when there's no lights on. この学校は森に囲まれてるからね。校内は結構真っ暗だね。足元に気をつけてくださいね。Huh? って顔を下からライトで当てるなんて古典的なことするね。But why are we getting the creepy red coloring here? でも今の鏡の声聞いた？ギャーだよ。すごい顔して。 そんな赤いセロハン貼った懐中電灯で顔を当てたら驚くに決まってるよ。 I guess that answers that question. そうだよね。血まみれの人みたいだもんね。へえ、なら本当に血まみれの人にしてあげるわ。Wow. 痛い。自業自得よ。血が出なかっただけありがたく思いなさいよ。それにしてもなんで懐中電灯の光が赤いのですか？これはね、ほら、こうやってセロハンを輪ゴムで留めた懐中電灯なんだけど、普通の懐中電灯の明かりじゃ明るすぎるから、こうやって赤くしておくんだよ。実際、望遠鏡が云々とか言う以前に、東京の明るい空が星を見えなくしているだけだからね。北高も繁華街から離れているって言っても、そこまで空が暗いわけじゃないんだけどね。ま、それでも暗闇に目を慣らすのが大事なのは変わらないからさ。なるほど。でもすみません、もうすでに夏の大三角というのは口実に過ぎなかったのに。何言ってるんですか。そのおかげでこうやって最後の夜を楽しく過ごせるのですから。そうね、最後の夜なんでしょ。楽しみましょうよ。はい。やい。まあ、さすが東京。家よりは若干いいぐらいの空ね。そうかな。結構星見えるんじゃない？なんかさ、私的にこう、天の川がバーンってね。そんなの相当空気がきれいな山奥じゃないと無理だよ。
それは期待しすぎだね。まあ、月明かりが小さいのはいいかもね。あの、町の方向を見てください。え？あれ？ For a moment, we couldn't comprehend what was happening. The city lights were going out one by one. 嘘？これって停電？私、初めて見た。私もだよ。停電って昭和の産物かと思ってた。起きることあるんだ。Oh yeah, they definitely still happen. Takashima-san looked up at the sky and raised her voice. Wow! すごい。 Our eyes had gotten accustomed to the dark, and yet the sky that appeared over our heads was completely different from before. これって奇跡的じゃない？すごい。神様の粋な計らいってことだよ。いや、つかさ、もしこれが神様の仕業なら、今頃町中で大迷惑してるはずだからさ。そうですね。他の方々にとっては、いきなり明かりが消えてしまったわけですから。この停電っていつまで続くかな？そう。長くても10分程度じゃないの？よくわからないけど。うわ、すごい。結構見えるね。ほら、東の空、天の川が見えるよ。東京の空でこんなに見えることなんてないだろうね。なんか、後でミュウが聞いたら激怒しそうよ。そうだね。熱心にいつも空を見ているミュウさんは見れなかったのに、にわかの私たちがこんな偶然に出会うなんて。それにしても、星綺麗だね。あの一番明るい星がベガだよ。ということは、織姫星だね。んじゃあ、あれがアルタイルか。夏彦星は織姫星に比べると輝きに欠ける人なんだな。まあ、今の時代じゃしょうがないやね。時代関係ないし。んじゃさ、あの二人を渡す橋の名前って知ってる？知らない。名前あるの？カササギの橋って言うんだよ。何そのカササギって。鳥だよ。あんまり日本にはいないけどね。なんで鳥なの？カササギってさ、背や尾は黒っぽくて、お腹だけが白いから連なった群れを下から見ると、まるで橋を架けたように見えるんだってさ。カササギはさ、織姫星と夏彦星のために、天の川の南の岸から北の岸へ、頭を揃えて羽を合わせて橋を作ったそうだよ。ったく、カササギなんて小さな鳥の力なんて借りてるような男だから、夏彦星は輝きに欠けるんだよ。そんなことないよ。夏彦星は一等星だよ。全然輝いてるって。でもさ、織姫星の方が輝いてるじゃん。彼女の輝きは全天で5番目なんだよ。そうだけど、夏彦星だって頑張ってるんだよ。二人はなんで引き裂かれたんですか？もともとは二人とも働き者だったらしいけど、結婚したら途端に二人とも働かなくなったんだってさ。それで怒った天帝様が天の川で引き裂いたらしいよ。なんかそう聞くと、あまりロマンチックな話ではありませんね。あれがテネブか。ちょうど白鳥のゴアナの部分に当たるやつだね。ああ、ナイス。んなこと言うな！でも大体場所的にはそうじゃん。お尻だし。ユキ、白鳥座でなんかうんちくないの？じゃあさ、あのデネブを頭だと考えてごらんよ。頭？そう。あれがんこ穴じゃなくて、頭だとしたら、何に見える？そんなこと言われても星座なんて、実際言われてもなんでそういう風に見えるかわからないぐらいだから、ただの十字にしか見えないわよ。
正解。あれはね、キリスト教圏ではキリストの貼り付けの十字架と重ねて考えることがあるんだってさ。だから別名は北十字。南のサザンクロスに対して北はノーザンクロスって言うんだよ。へえ、なんかロマンチックな感じがする。でも白鳥のうんこ穴だけどね。 And she is really determined to keep on calling it that. 違うもん。それにしても停電全然復旧しないね。あ、それでしたら今ワンセグでニュース見てたのですけど、復旧まで時間がかかるみたいですよ。 But what was the cause? Like, why did it go out? 何が起きたの？この大停電は。何でもクレーン船がアームを上げたまま河川を航行して、機関的な送電線を切断したとのことですよ。あ、oh, alright. なんじゃそりゃ、大事じゃないですか。本線とバックアップ用の2系統が共に遮断されてしまったため、大変時間がかかるとのことです。そうだ、なら天文部の部室から天体望遠鏡を借りてこようよ。借りられるのですか？一応許可は取ってあるよ。ほら、この屋上の鍵と部室の鍵も全部一緒になってるのよ。で、誰が取りに行くの？当然ユキね。 Well, saw that coming. なぜ？だってあんたが一番力持ちでしょ。いや、またまた鏡さんのバカ力にはかないませんよ。何か言った？いいえ、何も。 Yeah, apparently we said nothing at all. でもさ、私天文部の場所とか知らないし。そっか。ユキともう一人必要なのか。荷物持ちはユキでいいとして、あと天文部を知ってるのって。私は知りませんよ。私は知ってるけど。なら、司、行ってきなさいよ。なんでそうなるかな。何が？本当はお姉ちゃんが行きたいくせに。え？なんでそうなるのよ。I've been saying this for the entire playthrough. You just gotta be true to your feelings, bro. 誰でもそう思いますよ。なんで？だって、ユキ様と二人っきりって言葉が出た途端に顔が赤くなってましたもの。嘘。嘘に決まってるじゃん。だってこの暗闇で見えるわけないじゃん。え、どうしたの？なんで高島さん？私たちの胸に手を。Huh? 二人とも同じぐらい脈拍が上がってますよ。というか上がりすぎです。そんなことないもん。何を証拠に。でも若干司さんの脈拍の方が早いでしょうか。え、そんなこと。あら、何考えてるの司。誤解だよ。何も考えてなんかいないよ。それでは二人とも互いに手を。どうですか、相手の胸から伝わる鼓動と自分の胸から伝わる鼓動。You know, I knew it was going to take like 5 minutes to, you know, just go ahead and get the telescope or figure out, you know, who's going to come with us to get it. うわ、早っ。違うもん。これは誘導尋問みたいなもんだよ。こんなことされたら緊張して脈拍だって速くなるもん。それ言ったら私だって条件同じじゃないのよ。
違うもん。こんなの孔明の罠だもん。周遊だって困ってるよ。罠なんてありませんよ。ただの事実ですよ。まあ、言ってきなさいよ。私たちはここで健全に天体観測を行ってるからさ。なんだよ、その私たちが不健全なこと始める前提みたいな言い方。そんなこと言ってないじゃない。ただ私たちは健全に天体観測するって言っただけだしさ。テラ孔明だ。もういいもん、自分一人で取ってくるもん。あ、司が一人で。 Well, so much for that. ほら、走って追いかけなさいよ。え、私が？そうよ、今こそ走れ中達孔明シス。 I don't get these historical references. もうどこから突っ込んでいいかわからないぐらい意味不明なんだけど。とりあえず追いかけなさいよ。うん、わかった。 Off we go, I suppose. But where had she gone? The astronomy club room ought to be in the club wing of the school, so going there was probably my best bet. つかさ。え、ユキ。なんで走るのさ。追いつくの大変だったんだよ。ごめん、そのさ。どうしたの？あのね、あんまり私に近づかないでね。え？なるべくでいいんで、二人きりの時は。あの、それって。I wasn't sure, but did she hate me now? Why? Hadn't I been trying to get along with her lately? I don't really think that's the issue, to be honest. 天文部は物質棟の一番端だから。あ、あれだ。 So this is just a guess. A straight up guess. Don't worry, guys. I didn't cheat. I didn't look ahead or anything. But I think it's because we accidentally randomly chose her during the king game, or king's game, or however you're actually supposed to say it, we're now going down her route. However, I don't know what that means. I don't know, like, this game seems to be confusing so far. Like, when I tried to look into, like, how many chapters there was or something like that, out of a spoiler-free playthrough or walkthrough, I mean, or guide, I should say, I didn't really get much out of it. I just got even more confused. So that's why I'm just not exactly sure where this is gonna go, and that is just a straight up guess. 本当だ。 It really was all the way at the end. 鍵は。あ、これか。In we go. さあ、早く見つけないと。確か、この棚の。Sure, it's not the large thing sitting on the floor back there? その棚にあるの？って、ストップ！お？どうしたの？あのね、ユキ。ユキ、それ以上私に近づいちゃダメだからね。なんでよ。なんでいきなり司は私をそんなに避けるんだよ。What is happening? Tsukasa? That's what I want to know. What happened? Huh? What was this? I was being pushed down? だから言ったんだよ。近づいちゃダメだって。But what about the telescope? She eventually stopped crying, and when I brought her back up to the roof, the sun was... What the hell? We were... Oh my god, dude. I guess we were really
down there for a while. Kagami smiled and slowly walked over to me, then punched me in the face. あんたね、程度ってもんあるでしょ？いくらなんでも夜が明けるまでやることないでしょうが。Fucking honestly. 待たされる身にもなれ。I mean, she makes a good point. I guess. Alright, I guess we'll stop it there. Jesus fuck. Alright, guess that was fun to stargaze. Thanks for watching this one, guys. If you enjoyed, leave a like, subscribe, and I'll see you all in the next episode where we get to see whatever happens next. This is the day where Zakuto is leaving, so I guess we'll see what happens. Maybe we'll figure out what direction this whole, story is going into, because right now, I have no idea.